two, three, four, five. Stick to the BEAT, get ready to ignite. You were such a BYT, catching all the lights. Hi, チャンネル YouTuber うたんです。今日は僕が中学2年生だった時に、ジャニーズ関西ジャニーズに、半年間ぐらい、いたんですけども、その時のお話をさせていただきたいと思います。まあ、その当時、僕が 14歳だった時なんですけども、今からもう23年ぐらい前になるんですけども、 KinKiKids がまだデビューしてなかったんですけども、すごく人気で、いろんなテレビ番組とかも持っていたりとか、ライブをしていた、そういった時代です。で、僕はその堂本剛さん、 KinKiKids の堂本剛さんの番組、堂本剛のどうやという番組の公開オーディションで、受かることができて、関ジャニに入ることができたんですけども、まあ、その中で、ジャニーズジュニアがバックダンスとして、剛さんのバックダンスで踊るという、そういった収録がありました。で、僕はその時、まあ、2曲中の1曲だけしかルーティン、振り付けを知らなくて、まあ、1曲、待ち時間というか1人だけなんですけど、1人だけ、舞台の袖で、まあ、袖、みんな他のジュニアのみんなが、リハーサルをしている時に、1人でちょんと座ってたんですね。で、その時に、堂本剛さんがパッて、まあ、ジュニアの部当たりだったんで、剛さんがパッて僕の隣に、座ってくれて、こんなもうペーペーの、一関ジャニ、ジュニアに、関西ジャニーズジュニアに声かけてくれて、優しく、話しかけてくれたんですね。もうその時もすごい、もう緊張で、とんでもなかったんですけども、まあ、本当にそういったその、一人のジュニアに対して その心遣いというか、そういう堂本剛さんの、人柄、優しさ、そういうところに、もう改めて感動して、本当に、僕はもうその青春時代、堂本剛さんに憧れて、育ってきたんですけど、今でも本当に大好きで、僕が男性芸能界で、好きな、方は誰ですかと言われたら、もう堂本剛さんとミスターチルドレン桜井さんと答える、そのもう本当に、堂本剛さんすごく優しい方だなと思いました。まあ、僕はその、まあ、関ジャニ、他のその時も今で関ジャニ8、の方々、が、まあ、その時当時僕が入った時に同時期ぐらいに入った、んですけども、やっぱりすごく周りにはたくさんダンス上手くてもう輝いてる人たちがいっぱいいて、僕はもうその中でもうちょっとダンスも下手で、まあ、バク転もできないっていうね、まあ、バク転ができないといけないかというのはそうではないんですけども、まあ、なぜかこう、バク転が、ジュニアはバク転ができて、ジュニアだろうなんて考えを持っていたので、バク転練習しました、砂場で。はい、まあ、今ではねバク転できませんが、まあ、本当に当時、もうすごいいろんな、輝いている人たちの周りに見ながら、あなんてこう自分は、まだまだなんだろうっていうね、そういう風に、中学2年生にしながら、そういった、ちょっと一種の挫折というか、まあ、そういった、悔しい思いを、しました。うん、いや本当に、いい、経験でしたね。チャンネル